日本卓球協会は3日、24年パリ五輪、オリンピック、シングルス代表選考ポイントの最新順位を発表した。女子は平野美宇、木下グループ、が2日に、コンテンダーザグレブで優勝。決勝では世界ランキング1位の孫英さ中国、24対3で競り勝ち。五輪選考ポイントの中国トップ3選手に勝利、7ゲームマッチイコール15点。 お加算した。3位の伊藤美馬、スターツ、との差を広げた。先行レースは24年1月まで続き、上位2人をシングルス代表に選出する。団体選出場枠を獲得できた場合、残り1人の代表はシングルスで選出した2人とダブルスが組め、団体戦での活躍が期待できる選手に決定する。7月3日時点での女子上位8人は以下の通り、 より小さい1、早田ひな、日本生命、497、5点。2、平野のみゆ木下グループ、312点。3、伊藤美馬、スターツ、275、5点。4、木原美優、木下グループ、228点。5、佐藤ひとみ、ミキハウス、185点。6、長崎美優、木下グループ。 180点。7、張本美和、木下アカデミー、175点。8、柴田咲、ミキハウス、143点。